1852年から1906年のオレゴントレール。オレゴントレールはアメリカ合衆国の西部開拓時代を題材にしたコンピュータゲームである。ジャンルはシミュレーションゲーム。1846年を舞台にプレイヤーはホロバ社で移動する開拓者のリーダーとなって西部を目指すという内容。元々は1971年。 子供たちにオレゴントレールの歴史を教育する目的で開発された。1974年に商業化されると成功し、以後40年以上にわたって、累計6500万本以上を売り上げた。1971年にダン・ロウィッチ、ビル・ハイネマン及びポール・ディレンベルガーによって開発され、1974年にミネソタ教育コンピュータ協会から発売された。発売以来、 一連のシリーズとして複数の製造元が権利を得て多様なバージョンを開発販売しており舞台を他の地域に移した様々なスピンオフ作品やパロディ作品も作られた。1971年ミネソタ州ノースフィールドにある私立大学カールトンカレッジのダンロウィッチは8年生に歴史を教えていた。彼はミニコンピュータを使って 授業で使うプログラムを書いた。ロウィッチは友人で教師のポール・ディレンベルガーとビル・ハイネマンを勧誘し助力を得た。1971年12月3日、オレゴントレールはロウィッチのクラスでデビューした。バグがあったにもかかわらずたちまち人気となり、ロウィッチはプログラムを公立学校のタイムシェアリングシステム上で他社からも利用できるようにした。1974年、 ミネソタ教育コンピュータ協会は授業用のソフトを開発するためにロウィッチを雇いゲームを再構築した。イベントやエンディングが追加され、これらの新要素ではオレゴントレールにおける開拓者たちに起こった実際の出来事が重視された。ロウィッチはオレゴントレールをメクのネットワークにアップロードし、ミネソタ中の学校から利用できるようにした。オレゴントレールは ネットワーク上で最も人気のあるプログラムとなり、毎月1000人のプレイヤーが利用した。1980年代半ばから2000年代半ばにおいては、学校の教育用コンピュータで導入される事例が広く見られた。1995年、メックは3000万ドルの歳入のうち、約3分の1をオレゴントレールから得ていた。ゲーム中に繰り返し目にする。 ゲームオーバーのフレーズユーブダイドオブディサンタリーは T シャツなどのグッズが作られるほど有名になった。ありがとうございます。